初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。作家の園彩子さんは、電気のないところに民主主義は根付かないと各所で指摘されております。電気とは情報のことです。電気がない状態を想像してみてください。夜を灯す電灯がなければ、仕事の終わりに新聞や本を読むことができません。そしてラジオもね、テレビもね、インターネットもそんなものありゃしねえという状態になってしまいます。だから電気がなければ政治リーダーを決める選挙のために、この人どういう人なのかなという情報をゲットだぜと国民がすることができなくなってしまうので、民主主義は根付かないという話になるんです。皇帝が支配する帝政に移行する前の古代ローマでは投票なんかがあって、まあその頃にも民主主義は一応ありましたが、だから一種の比喩表現ではあるとはいえ、一面の真実をついていると私は理解し、この言葉大切にしております。つまり情報共有の大切さが民主主義を担保するということです。私がニュースやワイドショーを批判する理由の一つです。さて、そんなニュースやワイドショーというと、今自民党総裁選を大騒ぎしております。そしてそんなニュースやワイドショーを含めたコンテンツビジネスが今大きな転換点に差し掛かっているというのが私の見立てです。ただ、その党のマスコミの皆さんがそのことにどうやらまだ気づいていないようです。令和3年9月16日、Google 先生でおなじみのあの世界の Google が新しいサービスを日本で始めました。毎日新聞の記事より紹介します。アメリカ IT 大手 Google は16日、世界各国で展開するニュース配信サービス Google ニュース、略して GNS を日本国内でも開始したと発表した。毎日新聞社を含めた一般紙、地方紙、通信社など40社以上の報道機関と提携する。今までの Google は検索結果の一環として報道各社のニュースサイトを引用しておりました。一方、こちらの Google ニュースショーケース GNS は報道機関に対して Google が対価を、まあ、つまりお金をお支払いするというんです。しかし、この GNS とはいわゆるおしぼり台だという疑惑がズドゴーン。夜の繁華街界隈などでいうおしぼり台とは、その地域を仕切っているお兄さんたちに対して何かあった時に守ってもらう代わりに、そのお兄さんたちが親しくしているおしぼり屋さんや観葉植物のリース屋さんなどを利用するというものです。このおしぼり台について防災法の施行によっていろいろと難しくなったと言われておりますが、かつての名残から言葉だけは残っております。そして Google 先生がこの GNS というサービスを通じて報道各社におしぼり代を払う、その背景には Google 先生は世界中でただ乗りフリーライダーだという批判を受けていたからです。新聞社やテレビがニュースを伝える際には記者さんがトコトコトコって現地に行って取材して記事を書くか、通信社にお金を払って仕入れるかのいずれかで、いずれもこちらコストが発生します。一方、それによって広告費をゲットだぜとして成り立つビジネスモデルだったんです。ところが Google 先生は検索結果的なみたいなっぽい形の引用だということで、いわばこうした記事にただ乗りフリーライドしていたと世界中で批判されていたので、妥協策として提示したのがこの GNS なんです。それではなぜおしぼり台としたのか。Google 先生自身がこの GNS というサービスが流行っても流行んなくてもどっちでもいいやっていう感じが私の目には映り、平たく言うとアリバイ作りなんじゃないかなと私は見立てるからです。なぜなら GNS で提供されているニュースというのは報道各社が選んだもの、つまりニュースの押し紙、あ、違った、押し売り的なみたいなっぽいものだからです。これまでの Google 先生の大方針であるみんなの意見でないんです。ざっくりと言うと、 Google 先生の検索結果というのはネットの中のミスコンあるいはミスターコンテストのような仕組みになっています。いわば人気者はみんなで決めるという方式で、 YouTube その他 Google が提供するサービスはみんなその構造になっています。
ところが GNS は情報を提供する新聞社の側が選んでいるということなので、ユーザーニーズはここに反映されない仕組みになっているんです。平たく言えば従来の新聞やテレビと同じ構造です。 Google 先生からすればこの GNS の利用者がいなくても、ほらニュースにお金払っていますよというアリバイ作りができるということです。白がこう言ってます。みかじめ料。一方のマスコミの皆さんはこの本質にどうやら気づいていないという疑惑が。ぬぷ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 。コンテンツビジネスの変化に踏み込む前に、マスコミの皆さんに襲いかかった大きな変化、そのニュースについて紹介しておきます。 GNS の日本サービスが始まった令和3年9月16日の朝日新聞の記事の冒頭を紹介します。ネット通販大手アマゾンと出版大手講談社が今月から取次会社を経由しない直接取引を始めたことが関係者への取材で分かった。消費者に本を届ける日数の短縮やコスト削減を狙う取次会社などに衝撃が広がっている。これまでは取次店を通していた書籍の流通を週刊少年マガジンでおなじみの講談社は直接アマゾンに卸し始めたというんです。書籍流通の大きな変化ですが、これは変化のまだ小さな一歩だというのが私の見立てです。インターネットはトランザクションコストをゼロにすると、かつてあのパソナでおなじみとなる竹中平蔵さんは、やはり楽天モバイルでおなじみとなります三木谷博さんと雑誌の対談でお話しされていたことがあります。トランザクションコストとは中間マージンや手数料のことです。片や人材派遣、片や楽天税という中間マージンで商売をしているのは実に皮肉な話のような気もしますが、他の人に払われているトランザクションコスト、つまり中間マージン手数料を、それをこちらの懐にポッケにないないしている、まあそのように置き換えたと見ることもできます。いずれにせよ、ネットは作家さんと読者さんを直接結ぶこともつなぐこともできるんです。重要なことはもであるところです。今まで通り出版社や編集プロダクションを経由しても構わないということです。だからなかなか変化に気づきません。そして今マスコミ界隈はゆでがえる状態になっております。これからはコンテンツを持っている側が直販を選ぶのか、または代理店を選ぶのか、まあどちらも選ぶことができる時代になっているということです。如実に現れているのが自民党総裁選挙です。新型コロコロニュータイプということもありまして、今回の自民党総裁選はオンライン上での選挙戦となっておりますが、高市早苗議員陣営の出陣式というのはオンラインでライブ配信されて、配信翌日には7万再生を超えておりました。こちらの様子はニュースやワイドショーでも一部伝えられておりましたが、情報を取りたい、情報をゲットだぜとしたい人にとってみれば全部の方がいいに決まってます。そしてこうした変化にはテレビの側で気づいている人たちもおります。ネット民に俺たちのテレ東と呼ばれるテレビ東京は、やはり GNS、 Google ニュースショーケースのサービスが日本版が始まった令和3年9月16日、次の見出しの YouTube 番組を配信しておりました。高市早苗氏会合に約70人の国会議員、野田聖子氏出馬で変わる総裁選の構図、テレ東官邸キャップ篠原博明の政治解説、テレ東の官邸キャップが現場取材をもとにリアルタイムで解説をしたこちらの番組、配信翌日には60万再生を超えて、その後も順調に再生回数を伸ばしていきました。地上波のニュースワイドショーが河野太郎大臣が有利だ的なみたいなっぽい報道を繰り返す中で、こちらの官邸キャップさん、高市早苗議員の会合に代理も含めて71人集まったことが他の候補者陣営に衝撃を与えたと解説しておりました。また自民党総裁選挙においては各ネット番組で特集企画をやって軒並み高い人気を誇っております。もちろんネットに進出しているのは政治の話だけではありません。地上波テレビのニュースやワイドショーもネット番組に進出しております。ワイドショーならばゴゴスマ、バイキングなども番組セットそのままにスピンオフ番組をネット配信しております。TBS のニュース風情報バラエティ番組ラブスター、あ、番組内容はそんな感じですけど、一応番組名は N スタ、 N スタなんかもコーナーごとに切り分けて YouTube 配信しております。
そして日テレはついに地上波との同時配信に踏み切ります。令和3年9月17日の日経新聞より紹介します。日本テレビ放送網は17日テレビ番組のインターネット同時配信を10月2日の午後7時から始めると発表した。民放の見逃し配信サービス TVer を通じて、特に視聴率の高い午後7時から11時のプライムタイムを中心に配信するとのこと。フジテレビも TBS も年度内にネットの同時配信を始めると発表しております。ただこの日テレさんが TVer というところ、その発想が GNS という同じ間違いだという疑惑が、ちょっとかーん、TVer にせよ、GNS、Google ニュースショーケースにせよ、その発想はプラットフォームを抑えるということで、これまでは見逃されてきたメディアによる情報支配の発想だというところです。TVer は民放による誤送宣伝方式によるプラットフォームです。GNS は場所こそ Google が提供しますが、提供するニュースは俺たち新聞社が決めるという、情報を支配している側の視点です。法律上は誰でも出版できることになっている新聞社ですが、実際には巨大な印刷設備や宅配網を備えなければならず、数社による寡占状態だった新聞業界、そして総務省の許認可による寡占が見逃され続けたテレビ界隈、いずれもそうしたプラットフォームを抑え込んでしまえば、あとはそこに流す情報なんていうのはね、新型コロコロニュータイプ怖いよ、おっかないよってやって、安倍いかん、今度は菅か、菅いかんか、次誰かな、まあとにかくいかんあかんって言ってれば、コピペのような番組で楽して儲かっちゃって、うっしし、これはもうちゃーばらい商売で俺たち上級国、あれ減っちゃった。バレましたかと、冗談はともかく、このネットの時代になっても、マスコミの皆さんというのは、このかつての成功体験が、忘れられないようです。その理由の一つを元内閣官房参与にして、現在は高橋陽一チャンネルの快進撃が止まらない状態の数量制作学者天才高橋陽一先生は、むちゃくちゃ高い CM 料や、これまたお値段の張る番組制作料、ここら辺にあるんじゃないかとカッパしておりました。つまり地上波テレビ絡みの諸々というのはお高いんですねっていう状態なんです。反対にぶっちゃけて言って、ネットの広告費はもうものすごく安いですし、制作費だって極端なことを言えばスマホ1台で番組作れちゃいます。こうした状況証拠を重ねてみたときに、新聞やテレビ、いわゆるマスコミの皆さんがこれまでの上級国民の立場を守り続けようとするがために、プラットフォームビジネスに走っとしがみついていると見ることもできます。偶然も重なり続ければ必然のようにも見えてきますが、やはり GNS、Google ニュースショーケースの日本のサービスが始まった9月16日、毎日新聞のサイトには次の見出しの記事が掲載されておりました。東京オリンピックゲームズのテレビ放送民放の収支は赤字に、だって。2桁視聴率を連発した東京オリンピックゲームズのテレビ中継において、その利益がなかった、なかった。ラバーと言うんです。一方、ガーファに代表されるインターネット企業は今絶好調です。これからの民主主義を支えるプラットフォームはやっぱりインターネットになっちゃうのかなと確信に至りそうになる今日この頃でございます。電波行政の行き着く先は地上波テレビが、消えた消えたやったとなると見られております。いずれも時代の変化です。置いてけぼりにされないようにみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交安倍晋三完全勝利説というものが何モルゲッソよって答えたんで、モルゲッソよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんポー。私がパーなのでチョキを出したあなた、ブイブイブイビクトリー、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、気合いますね。お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、頑張っ。それでは本当のバイバイ。